アーツビジョン所属のはるかランです。皆様お待たせしました。すごい長い期間前回の動画から空いてしまったんですけども、今回また動画撮っていこうと思いますね。もうね、この空いてる期間の間もう何しようかな、次などんな企画しようかなって考えてたんですよ、ずっと。でもうだいぶね、その前回の動画からその食いしん坊キャラが定着してきたと思うんですけどもなので今回はまた別のね、違うジャンルの企画をしようと思って、なので今回は私の好きなお絵描きを題材にした企画を持ってきました。じゃじゃーん、じゃじゃーん、はるかランお絵描きしてみた、イエーイということでですね、ここに私の最初に演じたねキャラスベン君がいると思うんですけども、かわいいでしょで、あ、大事なね、今回の企画は全く知らないキャラを限られた情報だけで描いてみたっていう企画です面白そうでしょでね、例をね、例えを出すとすれば、このスベン君がいるじゃないですか。スベン君、まあね、ネズミなんですけど、まあ、これ知らない、みんなもう知らないという体もう忘れたねで、スベン君、スベンっていう名前をね聞いただけで、うん、スベンって名前だからどういうキャラなのかな、うん、ワンちゃんなのかなとか思いながら描くんですよ、絵を。で、実はネズミでしたっていう、まあ、分かりにくいと思うんで、で早速ねやっていきたいと思います。まあ見てたら分かると思います、はいなので早速やっていきます。じゃあいくぞー。はい、じゃあ早速企画やっていきます。キャラクターはね、事前にお姉ちゃんが用意してくれたので、それをね引いてやっていこうと思います、出たやつをね。で、最初のお題はあつ森からです。わー前回もねチロッと出てきたと思うんですけど、ダナモがダナモが出てきたと思うんですけども、そのねあつ森のキャラクターですよ。もう、ね、いっぱいキャラクターいるんで、ちょっと私もね全然覚えきれていないので、もう知らないキャラをお姉ちゃんが描いてきてくれたので、もう早速やっていこうと思います。ちょっと緊張しちゃう。どうする、だって動物いっぱいいるじゃないですか、あつ森ってね。だからもう動物当てるのも大変みたいな感じしますよね。もう早速引きますよ。じゃあ最初の一人目、これ引きます。じゃじゃん、小雪ちゃんって口癖がでひょうこれさね、ね、書いてあるのがでひょうのひょうがカタカナなんですよね。絶対ひょうですよね、絶対これひょうだよ、ねで、性格は元気。あー、じゃあ小雪ちゃん描いていこうと思います。小雪でしょ、でもなんかその冬のキャラだと思うので、多分ひょうな上になんか白いひょうなんじゃないかなって想像してます今。じゃあ早速描きます。ひょうの耳って何ひょう、多分小さいんだよね、こういうで、こういう感じですよ。ちょっとね、どうだろう、元気、元気か、割とひょうってなんかクールなイメージあるんですけど、元気ね、オッケーむずい、むずい、ひょうが描けないという事態です。こういう感じで、どっちかな、小雪だから多分女の子だと思います。小雪ちゃんって感じする、小雪くんよりもなんとなく、なので女の子で描いていきたいと思います。こういう、こういう感じじゃない、こういうまつげバッサーみたいな。え、これこれ以外に考えられなくない？元気だからもうね、もうにっこりかわいい、かわいい、好きかも。ショーってどんな柄？これこれっぴ、ショーってどんな柄？ちょっと待って、ヒョウの柄が分かんない、ヒョウ柄、あ、ヒョウ柄か、え、むず、こういう、こういうやつでしょ、こういうこういう、こういう、こういう柄、ちょっと
待って、キモい、キモい、キモいかも。これキモいかもしれない。ちょっと待って待って、ヒョウ柄が描けない。あのヒョウ、ヒョウなのは分かってるんだ。ちょっと待って、こういう服着てるでしょ、ヒョウモリって。こういう。ちょっと絵下手かもしれない。で、多分尻尾こう出てね。こういう柄で。いや、いつまでなってもちょっとヒョウ柄が。ちょっと病気みたいになっちゃってるんですけど。かわいいね、残念です。もう元気だからこんな感じどうかな。これいいと思うんですけど、元気ででひょうで、小雪でひょうできました。どうだろう、似てるんじゃない、多分わからないけど、ちょっと正解が気になります。じゃあね、もう正解発表していただきたいと思います。はい、じゃあ小雪ちゃんどうぞ。ライオンとかもあるけど、ここの毛が生えてる、毛じゃない、この何、ヒゲが生えてるところのやつね。あー、で、なんか女の子だから、女の子だからなんかスカート履かせなきゃと思ったんですけど、なんかあのライブジャケットみたいな着てる。おしゃれだね。なるほどね。で、多分ヒョウ柄がちょっと私よりもうちょっと雑じゃあ出てて、そうなんだけど、あ、もっと黒塗りでよかったんだなっていう。でも最初にしては結構似てたんじゃないかなと思います。これは成功じゃない、ちょっとグッとかグッとか丸か×か、ちょっと皆さん教えてください。いや、これはね、丸だと思うな。いやー、小雪ちゃん似てたと思います、かわいい。はい、じゃあ次いきましょう。はい、じゃあ次2枚目ね、引いていこうと思います。はい、じゃじゃん、これ、ほい、 100% の名前で、口癖が何々みかん、何みかん。そんな名刺の語尾ってすごいですね。はい、性格クレイジー、性格クレイジーか、ちょっと難しいな、言っちゃってるってこと。いや、言っちゃってるわけじゃないのか、なんかヒヤーって感じなのかな。みかんでしょ、多分ね、顔がみかんっぽいんだと思うんだよ。あの、そんなに口癖が、あのドストレートにみかんって言ってるんだから。多分みかん、犬だと思う。犬にしよう。犬、あの、なんで犬かっていうと、その昔飼ってた犬がそのみかん好きだったんで、もう犬かなと思います。はい、じゃあね、とりあえずちょっとみかん描いたら正解だと思うから、じゃあみかん描きます。とりあえずね、とりあえずみかん、はい。ここをね、ベースに考えていこうと思います。ちょっと待って、雲行きが怪しいぞ。ぐるぐるにしちゃう、ぐるぐる。あ、いいじゃん、クレイジー感出てるんじゃない、これクレイジー感出てる、いいじゃん。で、服ね、服も大事なことに気づいた。さっき適当になんかワンピースかなとか思ったら、ちょっとライブジャケットだったから、ちょっと服装もちゃんと気にする。いやー、そうだな、なんかね、破れた感じ、ちょっとパンクっぽい。で、確かどうもりはあの、あれだったんですよ、下履いてる子があんまりいないっていうか、あの、プーさんスタイルだったんで、多分下は履いてないと思う。履いてない、うんね、でこうやってで、こうドクロとか履いちゃって、でも 100% 要素がちょっとないんだよな。いや、もう100書いちゃうもん。はい、100%。
ドクロみたいな感じで、え、どうでしょうか、これ。これは 100% のなんとか。100% 大豆みかんって感じですかね。できました、じゃじゃん。これが 100% くんです。どうだどうだどうだじゃあね、このみかんちゃんも、あ、みかんちゃんじゃない、 100% ねの、結果発表をしていただきたいと思います。じゃじゃん。あー、でも、まあ、悪くはないかもしれない。え、得意得意かも、悪くないな。でも、あ、猫なんだ、女の子か。え、あんなに服さ気にしてたのにさ、ただのしましまだったんだけどクレイジー要素ないんだけど、しましまただの、マジか。え、てかね、クレイジーなんその子はちょっと、見た目から本性が出てなさすぎて怖い、逆に見た目すごいニコニコな感じの猫ちゃんなんですけど、クレイジーなんだ。もう家でどんなことしてるんでしょうね。でも、いや、服しましまなのちょっと腑に落ちない腑に落ちないですね。もう次はね、もう絶対ね 100% 当ててみせます。いきます、じゃあ次どんどんいきましょう。はい、では次のお題いきましょう。次です、じゃじゃん。あ、こちら、名前グレオを、普通、やっと普通な名前じゃない、グレオね。あ、でも、ゆき、なんだっけ、小ゆきちゃんも別に普通だったから。口癖、なんなに万年おー、特色出してきたな、万年ね。オッケーオッケー。性格怖い、あ、じゃあ多分怖い性格ってことは、でもグレオのグレはグレてるのグレだじゃあいきます、グレオ。いやー、なんとか万年とかいうキャラクターね、確か、あつ森から、タコ住民が出たって聞いたんです。知ってるんですよね。だから、意外にタコだったりするのかもしれない。ちょ、タコで行きましょう。タコ書こう、タコ。とりあえず。あ、そうだ、そうだよ。だって、大阪だから、タコ焼きだからタコだよ。これは当たりだ。タコ焼きのタコだよ。8本だっけ ?1、2、3、4、5、6、入らない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 8 ギリギリ。なあ、さっき裏切られたからな服普通にしましまだったからな、ちょっとあの服あげたかったな100% に、いや、クレイジーならこの T シャツ着た方がいいよっつってドクロの T シャツ、いや、いいんじゃない、こういう感じで、しましまのシャツ、こうなのかな、ちょっと服の構造がちょっとわからないんですけど、こうなるのかな、タコの住民だと。完全にグレたよ、もう中学生あたりからもグレ始めてる、これは。このたこ焼き、タコ入ってへんぜって、クレーマーね入ってませんけどって、ちょっとやめとこう大阪弁ちょっとやめとこう、怖い。いや、これできました、グレオさんです、男の子です、タコのね、グレオさん。じゃじゃん、どうだ、これはなんとかまんねんって言ってそうじゃない、タコ入ってまへんでってやばい、S がやばい。じゃじゃーん、できました、イエーイ、グレオ。ではね、グレオの、え、もしかしてグレオ、グレオなのか、あ、ごめん、グレオだった、お前、グレオ、どっちでもいいねじゃあ結果発表いきたいと思います。じゃあ結果発表お願いします。はい、え、ここに来て全然違うえ、ここに来て全然違う、あー、豚なんだ、ちょっと豚要素はちょっと名前からはちょっとわからなかったですね。いや、でまたさ、こう服しましまじゃん、せっかくこんな
スを服にね込めているのに、また適当じゃん。なんでなんでちゃんとして、だって小雪の時ライブジャケットなんだよ。ああそうなんだ、めっちゃ悪いな。私のクレオよりもめっちゃ悪いよ顔が。ああそうなんだ、傷ね、確かに傷はそれっぽいかもしれない。ああ豚なのか、ショック。やっぱり下は履かないスタイルなんですね、あのズボンはない感じなんだ。なるほどね、ああ捕まらないんですね。なんだ森の世界だとクレオ違いましたっていう感じで、いや絶対こっちの方がね大阪要素をね入れてて、あの大阪愛を感じると思うんですけどね。おかしいな、もう次多分最後だと思うので、どんどん最後いきましょう。次こそちゃんと当てます。はい、いきます。サカサカサカはい、では最後のキャラクター行っていきたいと思います。はあもうこれ最後だよ、もう頑張ります。いきます。ほい、ジョッキーで、口癖がジョケラジョケラね、性格がキザ、あーキザね好きキザキャラ好きで、キザなのにチェケラはちょっとカッコつけれないと思うだからあの間違った方向にカッコつけちゃってる気がする。ジョッキーって絶対これはこれはドキ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 君の愛馬だって感じだと思うんですよ。絶対馬でしょこれ、ジョッキー絶対馬でしょ。いやーこれは来ちゃった、もう運命感じたいやジョッキー変えていこうと思います。これね男の子だと思う、キザだから、キザだからっていうか、キザって女の人に使わないですよね多分。じゃあ馬を描きたいと思います。うわ目がな、チェケラでしょ、チェケラこれチェケラこれチェケラですどうどうどう、もう今にも走り出しそうなドキ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 って感じで、チェケラこれは来ちゃったな、ちょっとキザだからどうしようかな、ネクタイとかしちゃうね、どうしよう服装が、ちょっとさすがに裸ネクタイはちょっといけないので、とりあえず T シャツを着てて、あーいい感じいい感じ、ジョッキーって感じ、かわいいかな、できました、キザなジョッキーくんです、じゃじゃんジョケラチェケラ、いや絶対こういう感じだと思うんですけどね、目キラキラでドキ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 君の愛まだって感じだと思います多分はい、じゃあ結果見ていきたいと思います、お願いします。さあね、ジョッキー結果発表お願いします。え全然違うじゃん、全然違うじゃん、え馬じゃないの馬じゃないですってよ奥様鳥ジョッキーだったら馬って思うじゃん。はあ、いやしかもさ、あの適当にね、もう今まであのしましまの服着てたから、もう服適当でいいかと思ってネクタイに T シャツにしたんですよ。もうなんかあのネクタイのプリントがされてる T シャツみたいな、すごいダサいやつ着てたのに、もうここに来てちゃんと服着てらっしゃる、あのチェックの人も帽子までかぶってるんですよ。もうどういうことよ、もう全部裏切られた、私はもう傷ついたよ。ジョッキーが、まあ、これだったとして馬だったとするじゃないですか、でジョッキーって乗る側ですよねジョッキーは馬に乗るのかなっていうジョッキーはジョッキーなのかなっていう、まあなんかそういう疑問を抱きましたね、ちょっと今回これでいや絶対こっちの方がジョッキーだと思いません？いやあの本物のジョッキーとこのジョッキーを並べてみた時に、いやこっちの方がジョッキーだなってみんな思うはずですよ。これは
ね、実質勝ちみたいな。ああダメだったか、悔しい。じゃあお題は以上になります。だいぶ終わり、楽しかった。はい、皆様いかがだったでしょうかね。もういっぱい書いてきましたけども、小雪ちゃんね、もうちょっと懐かしくない？ちょっとな懐かしさも感じる。いや一番似てらっしゃった、ちょっと小雪ちゃんがね、ごめんね、ライフジャケットじゃなくて、で 100% ね、じゃない。服ね、頑張ったんだけどね、ぜひこの服を進呈したいと思います、本物の 100% さんに。はい、グレを、まあどっちでもいいんですけど、いやもうね、いやなんだかんだ結構好きかもしれないですね。で、そしてちょ、いっちゃ面白い、もう優勝よ、あなた優勝、おめでとう。これね、ぜひね、ちょっと任天堂さんにね、ちょっとぜひ入れていただきたいですね、ジョッキー。ジョッキーはもういるから、じゃあどうしよう、どうしよう、どうしよう、チェケラって名前にしよう。チェケラ、ちょっと入れてほしいですね、ぜひ。いやー、楽しかった、これは、ちょっと、すごい笑っちゃって、皆さんも面白かったとかちょっとわからないんですけども、私自身すごく楽しかったですね、やってて。次回もね、これ、違うお題でやってみたりとかしてみたいと思いました。はい、なんかもっとねキャラクターがたくさんあって知らないキャラとかのやつやってみたいと思いました。はい、じゃあ今回の動画以上となります。皆様また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。